ババタカナリは、京都府京都市出身京都府立東両高等学校卒業の冒頭レーサー。東賀支部所属。登録第4262号。93期。同期には、長田よりむねなどがいる。京都府京都市出身。小さい頃の一時期は、長野県に居住していたが、再び、京都市に戻る。英検三級の資格を所持している。 同じ支部の選手である木村人則は同行の後輩かつ弟子である。2013年9月より滋賀県を津市に転居した。2018年7月より選手会滋賀支部の支部長に就任。各支部長の中で当時最年少での就任となった。レースでは前年末のボートレース隅の絵の年末競争で優勝して以来調子を上げ続け、 ついには11月にボートレースアシアで開催された SG 第21回チャレンジカップの優勝戦に1号艇で出走、コンマ08のスタートから1マークを先舞い。1マークは2号艇のミネリュータに刺されかけたものの、踏ん張り SG 初優でにして初優勝を飾る。この優勝により、賞金2700万円を獲得して、賞金ランキングは、 全県比の42位から9位までジャンプアップ。年末にボートレース隅の絵で開催される SG 第33回グランプリの出場権を獲得した。この年以降 SG レースには常連として出場するようになる。2019年はボートレース戸田で開催された SG 第54回ボートレースクラシックの優勝戦で2着、ボートレース小島で開催された SG 第66回ボートレースダービー優勝戦で3着、ボートレース気流の G1、第63回赤ギラ人杯優勝戦で2着、一般戦優勝7回と安定した成績を収め、2年連続でグランプリに出場した。グランプリセカンドには進出できなかったものの、12月22日に行われた SG 第34回グランプリシリーズの優勝戦では、 三コースから鋭く刺して2回目の SG 制覇。この年は1億284万7932円を稼ぎ、自身初の年間獲得賞金1億円突破を達成している。2020年8月4日、ボートレースビワ湖で開催された G1 第68回ビワ湖大賞において5コースからまくり差しを決め、初の GI 優勝。 地元での優勝ということもあり、地元の先輩と共に喜びを分かち合い、歓喜の涙を流した。1分42秒6から2010年11月30日1分42秒2から2012年1月26日。ありがとうございます。